小麦いる。スープ小麦いる。何するにも小麦小麦小麦。いやそれだってなんで勝手に言えようねって。じゃあ普段から放送って放送終わりたいとかじゃない。さあこたびはですな、うん、ちょっと料理ね、うん、に挑戦しようということでございます。なんかいろいろ食材とか畑の野菜とか使ってなんか作れると、うん、そう作れるみたいなのよという話を聞きました。言い伝えがあると。今回こそはちょっと伝説の回にしなければ、うん、もうさすがにちょっとね数回ちょっとお客様の信頼を失うことに。まずはじゃあ厨房を作るとこから始めるということかな。なるほどなるほど。よし、石造りのキッチン、これか。うわめっちゃいる、めっちゃいる。あるかな。石30、粘土15、鉄鉱石10。その家行ってみよう。こういう時のための初めて役に立つかもしれぬな。一応なんか鉄鉱石とかあったような気する。いやあるある。もうこれのために粘土ってどうやって集めるんだ。寝ずに集めてた。粘土ってどうやって集めるんや。粘土も石からじゃな。石からか、うん、うわこれで何となると。いややってきてるから。信じて。うわ石あ30、30、11、30。あ粘土11。粘土があと20個。粘土時間かかるぞ。いやでも使い切ってここぐらいもうスムーズにいかなねば。もうさすがにもうアサリ桜の花びらもう見てきた。粘土だけ。はいはい。鉄鉱石全然いない。はあなるほど。粘土いこう。それがしはまあ呼ぶ必要ないか。石叩くか。粘土ってレアやな確か。あんま見えへんぞ。久しぶりじゃな。来いもういきなり粘土よ頼む。粘土4来い。いけ。1、2。あかん。ならぬならぬ。ならずならず。よし1、2。よし2出た2出た。よし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 、ね、おーおーおお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 金、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 ボイーン。粘土4。ちょっとこれであと2？あと2。あと粘土 2？ 2。頼む。違う、違う。おい、1！ あと1！あと1！来い！誰も決めてくれ！粘土、粘土！粘土！粘土きたー！粘土きたー！よし、これでいけるはず。きたきたきた。かなり材料投入したぞ、うん、さあできました。石造りの厨房で、どこ行く。いや、どこに出すかよ。ちょっとそのうちの敷地がもう大きいから。いや、ここ大きくしすぎてなんか、うん、島全体がめっちゃ狭くなってる。どっか潰すかよ。うん、ちょっとか、うん、潰す時間かかるぞ。これ何にもない、何にもないとこ、うん、なんかもっと盛り上がると思ったな。こんだけ広くしたけど、ここめっちゃ無駄やで。ここにするか。厨房はここにしよう。えらい遠いとこ。はい、よし。でここに来れば水も引けるように。はい、石、石、石。そう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 。ここで飯ができるはずじゃな。さあ、おお、何じゃこれ。スズキのパイ、アジフライ。ああ、うまそう。腹減ってきた。なんかシャレた料理ばっかりじゃな。さあ、トウキビとかあるんじゃ。え、どこに、どうやって作る。いや、ペイの島か。え、あっこに売ってんのかな、もしかしたらたぬき丼屋。え、材料ってどうしてんのこれ。これ多分サトウキビ育てるんだ。どこにか。麦、種があんの。種か、あのカッペイの島でサトウキビがいっぱいなってる、そういう沖縄みたいなとこあるんじゃない。あるか。え、ちょっと問屋行ってみるか。
困った時はここ、うん、もうここなかったうちの島、もううちの島流通はもうここだけじゃから、流通センター。サトウキビなんぞ見たことござらぬがな。ここでサトウキビと小麦がない場合はもううちの島にはまだ入ってないってこと。え、ないわ。あ、ないな。しな、それ悪いからな。ここ何にも作られへんってこと。でも小麦と砂糖ないのってもう、ちょっと見てみた。これの材料なんだ。小麦、トマト、トマトもない。オレンジ、小麦いる。スープ、小麦いる。何するにも小麦、小麦、小麦。いや、それだって小麦いるじゃろ。味、小麦。鈴木と雑草で作ってる。鈴木と雑草で酵素だけ作ろう。鈴木と雑草で飯作ってる。トマトもないな。小麦がかなり重要な。小麦がいるわ。え、これ野菜ってどうやって、じゃあもう島から集めるしかないってこと。他の島、そんないろんな野菜なってるイメージないけど。いや、だからまだ全然行ってんから。もっといかなかん。もっといかなかん。そら、じゃあとりあえず鈴木の雑草作ってみようぞ。オッケー。今日は、え、持ってる。ちょっとやってみよう。ちょっとやってみる。とりあえずまあ試作としてやってみるか。そしたらどういうことなのか。鈴木の雑草焼き。いやいや、雑草じゃ、香草焼きって。え、香草焼きや。鈴木の雑草焼きじゃん。なんで勝手にいいように言ってんの。じゃあ普段から香草って呼べよ。普段から香草って呼べよ。もう多分トン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 ってやって、バーンや思うけど、ほら。タタタタタタ、プリーン。あー、できました。お、鈴木の雑草焼き。いや、香草、香草。箸、ゼロカップ。どうするの、食べれるの。おー、よーし、食べてみて。いや、これ自分で食べれんのか。食べるって書いてた今。食べるらん。どっかで食べたいわ。でも立ち食いは嫌じゃない。どこで。え、ここ。ああ、食堂か、これ。そうそうそう、あのスーパー銭湯の横の。いただきまーす。うん、立ち食いしてた。うわー。畳の部屋で。あ、豪いった。でも、あ、すごいね。なるほど。いや、でも、もう結局やっぱ小麦はいるって。どうして。じゃあレシピ買っとく。さっきのまた買い足したらまた料理名増えるじゃないの。いや、え、もうあれ全部じゃないかな。まだあるか。まあ、そうあるか。そうあるやろ。あ、おいおいおい、もう全部やらないよ。もう一回きれいにしよう、この町。いや、それだともうまた一から新しいデータ始めた方がええよ。もうこれは、これ新しいの書いてんのかな。分からん。買うわ。で、増える。じゃあ見てみて。まあ増えてるじゃん、これ2冊目。あれ、ほら、さっきやってないの、これ。なかったんだ結局。ちょっと見て見て見て、増えてるかな。風になってる。ああ、増えてる。増えてる。これこれこれ、こんなんなかった。あ、2しか増えてない。何これ。まあケーキじゃな。だけ。あ、ああ増えてる増えてる。あ、結構増えた。あ、増えてる増えてる。やっぱ小麦やわ。どこで手に入んねん、小麦。いや、だから島いかな。わかめスープ、おいしそう。おお、全結構本格的な。え、パン焼くつもり。パンもいけます。パン、小麦使えへんの。全粒粉、小麦やね。まあ言ったら何ですか、洋食ばっかりやん。確かに。でもアジフライあるから。いや、もうちょっとどっちにしても小麦がないともう話にならない。小麦をどうすれば買えるか、ちょっと目安箱で、あの、教えていただきますか。もう買われへんのよ、この。集める？植える？植えたいけど、その種もないから。種もみを誰か、誰が持ってるか。さあ、ちょっと食べる以外に並べていきたいな、全部作ったやつ。料理、料理の賞入ったから。そして伝説編はここまで。新章料理編。
ちょっとやっとくか。いい。あ、だだだだ。あ、小麦ください。小麦か全粒粉一緒かな。なんやこいつこんなじイライライの。あいつだろ。いや今構想って呼んでますんでうち。わ、こんなんやってたんやな。あった。こいつ。5個。もう5個ぐらい買っとくか。小麦は永遠に使うから。うちのじゃがいもとか人参とかも何にも使ってない。いや、あれできてるやつ置いただけやからね。差し込んだだけやから。一回ちょっとためからやらんと。俺だけ買っとこう。恒例の目利き。買おう。もう美術品も全部集めるから。結局比べたらすぐ分かるか。え、買ったんかい。間違えた。いや、しかも比べて、ほんまか。比べたかったのに。あー、もう1日1個しか買われへんね。最悪や、もう押してもうた。本物かな。本物です。牛乳もこれ。うん、ちゃんと牛乳。牛乳、ちょっとなんか、あ、本物やね。机の上に置いてあるものも間違いなく本物です。よし、ヨハネス・フェルメールの作品。じゃあ成功の方買ったわ。よし、ちょっと占いだけ。いやいや、もう今これ当たれんね、こいつ。こんなもう1000円やから毎回やりたいのよ、こういうのは。頼むぞ。しょうもないこと言うなよ、もう。赤に光ったら良くないから、これ。青。赤や。怖い。え、いいやん。魚好きと虫好き。魚か虫との友情が深まるって言ってたから。少年のな。じゃあちょっと小麦畑を。ああ、ここ。これ抜いて。これも結局料理に使えるからの。え、あ、スコップじゃないとわかんない。収穫や。苗植えとこ、次の時のために。結構びっちりでええんちゃう。隣同士も植えれるか。植えれるよ。ああ、じゃあ小麦なんてもう田んぼみたいに密集でいいよ。水かけてやらなちゃうかな、多分。もうびっちりでいい、全部。こんな乾いた土で育つんかな。小麦は乾いてる方がいい。いい？うん。はい、終わりたそうじゃん、なんかもう。いや、田んぼは水だ。小麦は乾燥地帯で育つ。カザフスタンとか地中海。はい、終わりたいからじゃないよな。中央アジア。小麦の乾燥はこれ、うん、小麦の乾燥。マジマジ。はい、終わりたいとかじゃない。ない、ない。じゃあ言うだろう。麦は水田、小麦は乾燥。だからアジアで水田米が多いのは雨がよく降る場所やからじゃな。だから日本で小麦が発展せんかったのは雨が多いから。雨が多いから。逆に北海道とかでは小麦の方がいい、梅雨がないからの。これ植えて、とりあえずこの植え方が一番このスペースに対して植えれるような水かけれて、あと10個。うん、水かける、そのなんか通路も開けたいっていう。え、上から歩けるやろ。無理な。あ、歩けんのかな。え、あ、いけるわ。あ、じゃあもう全然いけるわ。なるかね。花もそうじゃん。なんかかわいそうな感じがして。水かけれんのか。でも高いでいけてる。踏んでるやん。そうかそうか、そうかそうか。悩んで。小麦とあとサトウキビじゃな。サトウキビはどっちにしろそれもいるからな。あいつ持ってるかない。なかったけど。いや、ペーよ。え、ペーの島でカッペーで行かなあかんのと。レイジは持ってない。持ってない。レイジがたまに持ってるとかじゃないんかな。ああ、そんなんもあるかもしれんな。今週はサトウキビ入りましたよみたいな。はいはいはい、ありそう。なんか季節ありそうじゃもんな、サトウキビって。ばあちゃん家でサトウキビやってたな。あ、やってた。鹿児島県徳之島、奄美地方じゃん。
ったな。サトウキビ畑まみれやったよ。あ、まみれてた。ちょっと何ぼか送ってもらえへんか。もう死んでさらちになってるもん。何にもない。一本も残ってない。あ、一本もない。ほんでおじさんがサトウキビ工場のなんか工場長みたいな。いいやんか。送ってもらえへんか。俺も死んで何にもない。さらち工場も。見てくれもテンション下がるよ。これで料理も作れますぞ。はい。これ。ここで小麦やろや。なんでこいつら優遇してんの。収穫へ。育てる。腐る腐る。収穫した方がいい。取ってみるか。え？一本収穫してみるか。一本じゃない。できてんねん。できてるか。もともとできてたから、早抜いてポケットに入れといた方がいつでも料理できんねんから。今人参、かぼちゃ。トマトも植えたいの。わかめもどっか取るんやろな。わかめ。わかめは潜るんじゃろ。潜りたいな、そろそろ。寒いぞ。仕事と思えばやるしかあるまい。そうじゃろ。さあ、じゃあまあこんなもんですかな。ええ、今回は、うん、また楽しみにしておきましょう。小麦の成長を祈って、はい、こたびはこれまで、はい。